皆さん、こんにちは。誰も予想できなかったことが、たった2ヶ月で次々と起こりました。2月29日、大谷翔平選手が結婚を発表。韓国遠征に旅立つ3月15日にツーショットを公開し、お相手は元バスケットボール選手の田中真美子さんだと判明しました。祝福の嵐から一転、開幕戦後に盟友水原一平通訳の違法賭博への関与が発覚。4月12日、水原容疑者は銀行詐欺の容疑で米連邦地検から訴追され、大谷の被害額は総額1600万ドル、約24億5000万円を超えました。真美子さんとの出会い、結婚、大谷翔平の人生を激変させた3年間をたどります。全幅の信頼を置いていた人間に24億円以上の大金を盗まれていたと発覚しても、大谷のメンタルは崩れませんでした。水原容疑者の訴追から一夜明けた13日には、松井秀喜氏に並ぶ日本人最多のメジャー通算175号本塁打を放ちました。開幕から40打席ノーアーチと自己ワーストを更新しましたが、待望の今季1号を放ってから調子を取り戻しました。やっぱり僕らの想像を超えてくる選手ですよね。ほとんどの人から無理に決まっていると言われながら、二刀流を成功させたように、今まで未踏の地を開拓してきた経歴が、何があっても乗り越えられるという自信の裏付けになったのだと思います。大谷の尊敬するダルビッシュ有と親交が深く、かつてベストナイン3回、盗塁王1回に輝いた野球評論家の高木豊二はそう語ります。ずっと一緒にいた通訳が急に消える直前に真美子さんと結婚した。やっぱり大谷は運が強いなと思います。これほどの選手でも今の状況で家で一人ぼっちになると孤独を感じるし、余計なことも考えてしまうかもしれない。妻の存在は本当に大きいですよ。4月9日の試合後には、ここ数週間いろいろあったので隣に誰かいるかどうかはだいぶ違うと思うし、そういう意味ではいてくれてよかったなと思うことはありましたと、新妻真美子さんへの感謝を述べていました。言葉の通じない海外での生活ですから、お互いに孤独を感じると思うんですよね。二人で支え合っていく必要があるし、これから絆はより深くなるでしょう。大谷と真美子さんの出会いは約3年前の2021年でした。本誌は同年11月、その瞬間を目撃していました。場所は東京豊洲のアシックススポーツコンプレックス東京ベイです。当時大谷選手はアシックスと契約しており、シーズンオフにはよく訪れていたようです。その日、真美子さんは一足先にその場を後にして、帰り際には大谷選手に同行していた水原氏にも挨拶をしていました。メジャーリーグで挑戦を続ける大谷、バスケの日本代表候補にも選出された真美子さんはやがて惹かれ合います。時差のあるアメリカと日本で同じ時間に同じ配信作品を見るなどの交際を続けました。花巻東高校時代の同級生で同じ野球部だった山根博之さんはこんな話を聞いていました。高校の頃、好きなタイプについて明るくて優しい女性がいいと言っていました。もともと翔平はバスケ漫画のスラムダンクが好きなんですよ。高校野球を引退した後、体育館に3年生が集まってよくバスケットをしていました。翔平は上手かったですね。大谷は前室のナンバーで妻について、僕と一緒で何が欲しいというタイプじゃなくて、何でもいいけど実用的に使えるものがいいかなというタイプと話しており、誕生日にはサイズの合うシューズをプレゼントしたといいます。真美子さんの富士通レッドウェーブ時代の知人が証言します。彼女は物欲のあまりない女性です。洋服は着心地の良さや汚れにくさを重視していましたし、バッグもシンプルでたくさん物の入るタイプを愛用していました。大谷選手と同じく機能性を大切にしている。引退後も私服はパンツスタイルが多くて、ナイキやユニクロなど動きやすくシンプルな格好をしていました。一方でこんな倹約家の本音を漏らしたこともあったといいます。チームメイトにブランドのイメージモデルになりたいな、そうすれば洋服をもらえるから困らないでしょうと、ポロッとこぼしていた時もありました。逆に言えば
外見には高いお金をかけたくないのかもしれません。2人が出会った21年の9月、水原容疑者は違法賭博に手を染め始めていました。日本ハム時代の同僚で通算1004安打を放った高打の内野手だった。大引刑事氏も今回の事件に衝撃を受けました。一平は学生時代にバスケをしていて大の NBA ファンだった。私は彼と同い年でバスケ好きだったのでよく話をするようになりました。歴代ナンバーワンのポイントガードはクリス・ポールでしょ、いやもっと上手い選手はいるよなどと熱く語り合いました。一平は基本的に引っ込み思案の性格ですけど、周りに乗せられると空気を読んでいじられキャラになって場を和ませていた。だから信じられないですし本当に残念で仕方ありません。大引氏は当時の彼の性格をこう見ていました。結果が出ないと外国人選手はイライラしますよね。その時一平は怒りをすべて吐き出させていました。こうした方がいいんじゃないのような余計なことは言わずに受け止めていた。選手にとってすごく居心地のいい通訳なんだなと思っていたのですが、新庄剛志の師匠としても知られ14年から2年間日本ハムの打撃コーチを務めた柏原淳一氏も落胆します。一平は当時メジャーでも実績のある面倒さ投手の通訳をしており仲が良かった。その輪に翔平が入って2人は親交を深めていったようです。一平は常に外国人選手に寄り添っていましたよ。彼のおかげで異国の地で不安を取り除いて活躍できた選手もいたと思います。銀行詐欺の報道を聞いて唖然とするばかりです。18年、大谷はエンゼルスに入団する際水原容疑者を通訳に選びました。本人の努力や徹底的な自己管理が二刀流として成功した一番の要因ですが、彼のサポートも大きかったのです。メジャーリーグ完全データ選手名鑑2024の編著者である友成那智氏はこう語ります。エンゼルス時代、水原氏は通訳のみならずキャッチボールの相手や運転手を務めた上に練習のデータも計測していたと聞きます。通常業務の範囲を超えて貢献していた。大谷が21年に MVP を獲得した直後、エンゼルスは水原氏に最優秀通訳賞を送ったほどですからね。大引氏は20年2月にコーチ留学をした際、キャンプ地に赴いて2人と再会していました。2人がキャッチボールを終えた後、一平ちゃん上手くなったねと私から話しかけたら、いや通訳より何よりこれが一番しんどいと憂鬱な表情を浮かべていました。世界一の選手の練習パートナーを務めるプレッシャーを感じながら努力しているんだなと思いました。下手なりに頑張る姿が翔平も嬉しかったはずなのに、水原容疑者は一時期大谷の誰にも明かさない本音を聞いていました。翔平は基本野球の自己評価がめちゃくちゃ低いんですよ。他の選手のことはすごいなとか言ってすごく褒めるんですけど、僕がいや自分の方が全然すごいじゃんみたいに言ってもいやいやいやと謙虚とかそういうレベルじゃない。何なんですかね。この特集内で大谷は野球に身を捧げる覚悟を示していました。一日のできることをなるべく野球に割いて野球の中で獲得できるものを多くしたいなと、無駄な時間というかリラックスする時間すらもちゃんと管理したいし、野球に専念するところはしたいし、寝る時間もちゃんと管理したい。もし6歳ぐらいからそういう考えでできていたらもっといい選手になれたと思います。だが一途に邁進する純粋な心は身近な相棒に利用されていました。水原容疑者はイチローやダルビッシュなどの活躍で日本が世界一に輝いた09年の WBC 決勝をドジャースタジアムで生観戦し、野球の仕事への憧れを強くしました。そんな彼にとって自らも通訳として参加した昨年3月の WBC 優勝は絶頂の瞬間だったでしょう。大谷は投手として2勝1セーブ、打者として23打数十安打で打率4割3分5厘、1本塁打、8打点の成績を残し、MVP を獲得しました。花巻投稿の同級生である山根さんは、LINE で大谷とやり取りしました。初戦の後に、ナイスピッチと送ったら、
サンキュー、サンキュー。優勝した日に、世界一おめでとう。と打ったら、ありがとう。と返信がありました。昔から WBC 制覇を目標にしていたし、翔平も本当に嬉しかったんでしょうね。そんな頃、マミコさんは現役を引退。会見では決めた理由ですか？本当にいろいろあるんですけれど、難しいな、と言葉を濁していました。彼女はお菓子作りが得意で、ケーキはスポンジから作っていました。将来の夢は、お母さん、と言っていたと聞いて、納得しました。だから、料理にも熱心だったんだなって。対談時は、フードマイスターの資格を取って、食べて元気になれる料理を考案したい、と話していました。前室の、ナンバーで、大谷は、作ってもらって美味しかった料理は何でしょう、と聞かれ、彼女としては作るのが難しい料理を言ってほしいんでしょうけど、へへへ、僕はカレーがやっぱり美味しかったですね、と話しています。マミコさんの引退の真相については、実は苦い過去が影響していたのではないか、という噂もあります。彼女は中学時代、いじめに遭っていたようなんです。バスケ部に入っていたのですが、他のメンバーからは浮いた存在だったとか、練習にも身が入らず、もうバスケなんてやめたい、と漏らしていたそうです。でも、高校に進学してからは一転、バスケに熱中するようになったんですよね。いじめを乗り越えて、プロにまでなった。そんな彼女の過去を知っているだけに、引退の理由には複雑な心境があったのかもしれません。4月12日、水原容疑者は LA の連邦地裁に出廷後、大谷との接触禁止などを条件に釈放されました。23年シーズン、大谷は WBC の疲れを感じさせず、投打に獅子奮迅の活躍を見せ、8月10日にはメジャー史上初の10勝40本塁打を達成。二刀流の元祖ともいえるベーブ・ルースを超える偉大な記録を打ち立てました。しかし24日に右肘内側側副靭帯を損傷、9月5日には右脇腹を痛め、以降は戦列から離れました。20日には右肘の手術を受けました。それでもメジャーで日本人初のホームラン王を獲得し、メジャー史上初となる2度目の満票 MVP にも輝きました。リモートでの受賞会見では愛犬デコピンを抱え、大きな話題にもなりました。マミコさんも小学生の頃からガクという犬を飼っていた。3年前、その愛犬が死んだ時は憔悴していました。2人には犬好きという共通点もあったんです。大谷さんと出会ってから遠距離恋愛で愛を育んでいましたが、さすがに怪我の時は急いで LA へ駆けつけていました。だが、同じこの時期、賭博の胴元は水原容疑者にこんなメッセージを送っていました。やあ、GP、今、金曜日の2時だよ。なぜ電話に出ないんだ？今、ニューポートビーチにいるんだけど、大谷が犬の散歩をしているよ。彼に話しかけて、どうしたら君と連絡が取れるか聞いてみようか。すぐに電話をくれ。取り立てに追われる水原容疑者は、大谷の銀行口座から大金を盗み続けながら、そ知らぬ顔で世界一の選手と毎日接していたのです。基本的に人に相談することがあまりない。という大谷選手も、彼だけには絶大な信頼を寄せていた。初めて MVP を獲得した3年前、帰国後の会見で、手術や苦難を乗り越えてきた時に、お世話になった人はいますか？と聞かれ、お世話になったのは、やっぱり一平さんじゃないですか？と答えていたくらいですから。昨年12月10日、大谷はドジャースと総額7億ドル、約1015億円の10年契約を結びました。そして、今年2月29日に結婚を発表。3月15日、開幕戦のため韓国に移動する際、航空機の前で女性と並ぶ写真を撮影し、公式インスタグラムにアップ。妻がマミコさんだと明らかになりました。大谷は韓国でも人気が高く、どんな女性が妻になるのかと関心が高かったといいます。韓国の経済誌マネートゥデイのキム・ソヨン記者が語ります。フィアンセが派手な容姿ではなく予想外でした。韓国では芸能人ではなく質素な人を選んだ大谷選手はさすがだという意見が大半を占めています。
走塁入りした後のドジャースの夕食会でマミコ夫人がリーズナブルなカバンを持っていましたよね。これが大きな話題となりました。誠実に節約する姿、夫を大切にする気持ちが韓国人の心を打ったようです。大谷選手はとても良い方と結婚をされたと感じています。開幕戦での球場内での行動もマミコさんの株を上げました。奥様は VIP 席ではなく一般席に座りましたよね。その素朴さ、謙虚さが韓国人にもとても好感を与えました。彼女からは特権意識を感じない、 SNS で踊っている動画も評判を呼び、性格も良さそうと言われています。大谷選手もインスタグラムに韓国語で試合を見に来てくださいと投稿しており、ファンを大事にしてくれていると感じました。今回の遠征で韓国のファンはさらに増えたと思います。大フィーバーの最中、水原容疑者が違法賭博の常習者で大谷の銀行口座から送金していたと明らかになりました。その夜、彼は大谷に多額の借金を肩代わりしたと口裏を合わせるように懇願。もちろん大谷は断固として拒否。これが2人での最後の会話となったのです。世界一の裏切りが判明した翌日、マミコさんは公爵スカイドームの観客席でドジャース選手の夫人たちと笑顔で交流を図っていました。ソウルを立つ空港でも一切暗い表情を見せませんでした。彼女は責任感が強く思いやりのある人なので、大谷選手のために何ができるかを常に考えているはずです。おとなしそうに見えますが明るい性格です。友達の中ではムードメーカー的な存在でした。カラオケに行くとタンバリンを叩いて場を盛り上げたり、アップテンポの歌を歌ったりして輪の中心にいました。今回気持ちが落ち込んでしまう大事件に巻き込まれた中で、大谷選手は彼女の笑顔と明るさに救われたかもしれません。そんなマミコさんですが、選手時代には思い悩んだこともあったようです。入団後3年間の思いをこう吐露していました。周りはもうみんなすごい選手ばかりで、言われたことをできることが当たり前のレベルなんです。どん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 自信もなくなってくるし、今まで得意だったシュートも入らなくなるし、全てがマイナスに向いて、シュート1本外すだけでも気持ちが下がっていました。中学時代のいじめの経験がプロでの苦しい時期に重なったのかもしれません。でもそんな苦渋を味わったからこそ、同じスポーツ選手として奈落に落ちた大谷の気持ちにも寄り添えたのでしょう。高岸が語ります。マミコさんはスポーツにおけるメンタルの重要性は十分理解しているし、大谷の苦しさを紛らわすために話を聞いてあげられる。それが今回の切り替えの速さにつながった面もあるでしょう。全ては水原容疑者の過ちで、大谷は完全な被害者でした。不調に陥っても大谷はメンタルを言い訳にしたくない、そこも含めて技術、ここまで結果が出なかったのは実力と水原容疑者のせいにはしませんでした。高岸は他の点でも大谷に感心しています。ドジャース入団後のパフォーマンスや振る舞いを見ると、いち早く自分のチームにしてますよね。メジャーでホームラン王や MVP を取っているとはいえ、移籍1年目ですし、元をたどれば日本から来たよそ者でもある。その壁を越えて何年もチームにいるような雰囲気にした。遠慮せずにプレーしやすい環境を自分で作った。同時に自分が世界一に導くという責任感も漂っている。大学、社会人でも野球を続けたがプロになれなかった前室の山根さんは大谷に夢を託しています。翔平は自分の好きなことを職業にできた一握りの人間です。僕も野球を続けたかったから本当に羨ましい。翔平は本当に野球が好きだし、野球のできる幸せを根底に感じているから、すぐに前を向いて活躍できたのだと思います。これからも翔平らしく、何があっても周りを気にせずずっとプレーし続けてほしい。それが僕ら同級生の夢でもあります。くしくも水原容疑者は3年前、大谷についてこう話していました。翔平はどんなマイナスの状況でも常に何かしらのプラスを生み出すというか、探している人なので、調子が悪い時もありましたが、それも本当に何か精神修行のような。今後もマミコさんはデコピンと笑顔で大谷の試合を観戦し続けるでしょう。
そんな彼女のアスリートとしての愛あふれる人生訓があります。バスケットをやっていて一番楽しい瞬間は、苦しいことを乗り越えてきた仲間と一緒に試合をして、いいプレーができた時に一緒に喜ぶ瞬間。マミコさんは中学時代のいじめという苦難を乗り越え、プロの道を歩みました。そして今、世界一の応援隊長として大谷の支えとなっています。想像を絶する試練を乗り越えた2人は、どんな重圧にも打ち勝てるはずです。チームのために頑張るというスピリットを持つ2人は、家庭でもお互いを支え合うでしょう。本当に素敵な女性を選んだ大谷は、メジャー史上6人目の40本塁打、40盗塁も十分可能です。人生、何が起こるか分かりません。しかし、谷が深ければ深いほど山頂は高くなります。巨額詐欺事件をも力に変えた、大谷翔平がドジャースを世界一に導いた。今週そう言える日が来るに違いありません。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。